こんにちは、スタイリストの大山俊です。珍しくですね、スーツ姿で登場したわけなんですが、今回の動画ではコスパ最強スーツ界のユニクロはスーツカンパニーで決定というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今回はですね、スーツカンパニーさんとのコラボレーション動画になるんですが、僕はですねスーツカンパニー歴がめちゃくちゃ長いんですね。一番最初はですね就活の頃ですね、当時はですねまだスーツカンパニーの立ち上げからそんなに時間が経っていなかったので、ほとんど僕の友人はですねダボっとしたシルエットのスーツを着ていた中で、僕はですねたまたま見つけたスーツカンパニーでビシッとですね体型に合ったスーツを着て自信を持って就活をしていたのをですね今でも鮮明に覚えているわけですね。その頃からスーツカンパニーのスーツをですね僕自身も愛用していたんですが、その後ですね僕が独立をしてスタイリストになった後もですね結構お客さんにスーツカンパニーのスーツをですねご提案することが少なくないんですね。これはまた後ほど解説をしたいなと思ってるんですが、クオリティが高くてなおかつリーズナブルというところ、そしてサイズの展開も広いのでやっぱりですね使い勝手がいいんですね。ですので公私ともに長く使ってきたスーツカンパニーさんの魅力をですね今回の動画では皆さんにですねしっかりとお伝えをしてみたいなというふうに思っています。ちなみに冒頭でスーツ界のユニクロという表現を使ったんですが、僕は普段の動画の中では割とユニクロを使ったカジュアルの提案をすることが多いかなと思ってるんですね。ユニクロというのは皆さんもご存知の通りクオリティも高くてデザインのバランスも良いですね、カジュアル着の中ではコスパ最強のブランドなんですが、このですねユニクロ的な立ち位置をスーツ界の中でまさにですね実現しているのは僕はスーツカンパニーだと思っているんですね。スーツカンパニーというのは僕ら30代40代の世代にとっては割と身近なショップではあるかなと思うんですが、ただですねこのお店の魅力だとか凄みってなかなかですねしっかりと理解している方が少ないので、今回の動画ではスーツカンパニーをプライベートでも仕事でも存分に使ってきた僕がですね皆さんに少しでもですね魅力がお伝えできるように動画をお届けできればなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはスーツカンパニーの魅力について解説をしたいなと思ってるんですが、その前ですねそもそもいいスーツってどんなものなのかというところ、ここがですねわからないという男性が多いかなと思うので、僕なりの基準でまずは最初に簡単に触れたいなと思ってるんですが、3つの項目が重要だと僕は考えていまして、1つは素材の良し悪し、そして2つ目が縫製の良し悪し、そして3つ目がデザインの良し悪しですね。この3つの要素を兼ね備えたスーツというのが僕は質のいいスーツかなというふうに考えています。中でもですね素材の質というのはものすごく重要なんですね。最近はですね結構デザインの良い服というのが増えてきてまして、価格が安かったらデザインが悪いのかというとそんなことは全然なくて、クオリティの高いものはかなり増えてるんですが、ただですね素材の良し悪しというのはごまかしが効かないんですね。どんなにデザインのいい服でも素材の質感がチープだとあまり素敵に見えないんですね。特に僕ら大人世代にはこの素材の質感がすごく重要で、若い世代であればある程度は許されても、どうしても僕ら世代だとこの素材のちょっと安っぽさというのがなかなかマッチしづらくなるんですね。またスーツというのは本当にですねデザイン的にはシンプルなので、素材の良し悪しというのはスーツにおいてはものすごく重要になってくるんですね。その点ですね今僕が着ているスーツカンパニーのスーツというのは素材すごくいいんですね。今着てるものはですねカノニコというイタリアの生地ブランドのものを使ったスーツなんですが、これがですね質感がものすごくいいんですね。ネイビー無地というとですね本当にごまかしが効かなくてあまりいい素材感じゃないとすごく退屈に見えるんですが、光沢感があって滑らかな雰囲気がすごくですね上品に見えるんですね。このような素材の質感というのはですねなかなか安いものでは出せないので、かなりクオリティが高いものなのかなというふうに思っています。ちなみにこのカノニコの生地を使ったスーツになると結構ですね値段が上がるんですね。例えばセレクトショップだとカノニコの生地を使ったスーツだとやっぱり7万円から10万円ぐらいしてしまうものが結構多いんですね。そうなると確かに素材感はいいんだけどもなかなか手が届かないなと思ってしまうんですが、スーツカンパニーであればこの素材感で 4.2 万円という価格で買うことができるので、
このコストパフォーマンスの高さというのは、個人的にはですね、他では実現ができないのかなというふうに感じています。ちなみになんでカノニコの生地を使っているのにこんなにコストが下げられるのかをですね、スーツカンパニーの方に聞いてみたんですが、スーツカンパニーはカノニコ社と商社を通さずに直接取引をしているんですね。しかもスーツカンパニーって母体がものすごく大きいので取引量もかなり多いんですね。そういった背景もあってスーツ自体の価格を下げることに成功しているわけなんですが、このあたりは企業の大きさと、あとは企業努力の賜物なのかなというふうに思っています。今僕が着ているスーツもそうなんですが、こちらに並んでいるようなスーツなんかもですね、かなりですね質感がいいものが多いので、ぜひ皆さんにもですね店頭で生地の質感を確認していただければなと思っています。はい、続いて2つ目の要素なんですが、縫製の良し悪し、これもですねものすごく重要なんですね。スーツというのはアイテム的にはですね、カジュアル着よりも縫製の質というものがすごく求められるようなアイテムにはなってるんですが、最近のスーツというのはですね、結構簡略化されている部分が多くて、肩パッドだとか真珠だとか、そういったものがですねだいぶ軽い風合いになってきてるんですね。そうなるとこれ前のスーツよりもよりごまかしが効きづらくなっているんですね。ですのでどのような工場で仕上げるのかがものすごく重要なんですが、スーツカンパニーのスーツというのはハンドメイドに近いようなかなり手の込んだマシンメイドで作られているんですね。ですのでスーツ自体の仕上がりはものすごくいいんですね。これもなんだかんだで企業規模というのが大きな影響を与えているわけなんですが、年間でものすごい数のスーツを作っているスーツカンパニーだからこそ、質の高い工場で丁寧に仕上げることができるんですね。これもですね、実際に皆さんにはお店に行って感じ取っていただきたいなと思ってるんですが、美しいスーツの仕上がりというのもスーツカンパニーの魅力の一つなのかなというふうに思っています。はい、続いて3つ目の項目はデザインですね。これまためちゃくちゃ重要度が高いんですね。結局1番から3番まで全部大切なわけなんですが、いかに素材が良くて縫製が良くても、デザインそのものが今の空気感に合ってないとやはりですね古臭く見えてしまうんですね。結構ですねこのようなスーツは少なくなくて、物自体はいいんだけどもどこか古臭いよなというスーツを着てもなかなかですね素敵に見えづらいんですね。その点スーツカンパニーの商品というのはデザイン的にはトラッドをベースにしているので、かなり使いやすいようなデザインになってるんですね。ただその中にもですねほんのりトレンド感を混ぜ込むのも上手なので、基本的にはベーシックなんだけども退屈にならないようなバランスの良さを持っているのがまさにスーツカンパニーのスーツなのかなというふうに思っています。例えば見ていただきたいのは今僕が締めているネクタイなんですけども、こちらもスーツカンパニーの商品なんですが、こういったネクタイの柄って実はですねトレンドによって微妙に変化をしてるんですね。今僕が締めてるものはちょっとトレンド感のある幾何学模様のものなんですが、こういったネクタイの柄ですとか、あとは色使いに関してもしっかりとですねトレンド感を踏まえながら提案してくれてるのがスーツカンパニーの一つの魅力かなというふうに思ってます。スーツ自体のデザインがモードすぎることもなく、かといって古臭くなることもなく、ちょうどですねバランスが取れていて、僕ら大人世代が安心して着れるようなデザインを提案しているのがスーツカンパニーの魅力の一つなのかなというふうに思っています。このようにですね素材が良くてなおかつ縫製の質が高くて、さらにはデザインのバランスが整っているのがスーツカンパニーの魅力なのかなというふうに思ってるんですが、その3つを兼ね備えているのがまさに僕が今着ているこちらのスーツなのかなというふうに思っています。素材の質感も先ほど伝えした通りすごく良くて、カノニコ社のですね生地を使っているわけなんですが、表面の滑らかな質感と光沢感、これがですねものすごく雰囲気がいいんですね。ネイビー無地のスーツというとどうしても退屈に見えたりすることが少なくないんですが、そこは素材の質感の良さのおかげですごくですねバランスよく仕上がってるのかなというふうに思っています。また素材の質感だけではなくて作り自体もすごく良くて、例えば襟元を見ていただきたいんですが、ラペルがですね結構広めでクラシックな作りになってるんですね。あとはジャケットの裾の部分ですね、ここがサイドベンツになっていて、ここもクラシックでちょっとこうクロート好みの雰囲気になってるんですね。デザイン自体はベーシックでクラシックな要素をしっかりと抑えながら、シルエットを見ていただくと無駄がなくてシャープな雰囲気になってるんですね。ウエスト部分もしっかりと絞りが効いてるのですごくスタイルがよく見えますし、ボトムス自体もですねテーパードが効いている美しいシルエットなので、裾上げをした後もですね綺麗なシルエットが実現できるのかなというふうに思っています。こちらのスーツ今回僕も着ていてすごく気に入っているので、こちら動画の下の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、気になる方
方はチェックをしていただければなと思っています。そしてこのようなですね、質のいいスーツがスーツカンパニーの場合3万円から4万円ぐらいの価格帯で買うことができるんですね。このコストパフォーマンスの良さというところがやっぱりですね、最大の魅力なのかなというふうに思っています。冒頭で僕はですね、スーツ界のユニクロはスーツカンパニーだというお話をしたかなと思うんですが、この価格帯でこの品質のスーツが買えるというところは他には僕はないのかなと思ってますので、まさしくですね、スーツ界のユニクロにふさわしい存在なのかなというふうに思っています。ただですね、その魅力がですね、なかなか伝わっていないかなと思うんですね。まあ、多くの方はですね、スーツカンパニーというと駅の近くにあるような割とリーズナブルなスーツ屋さんというイメージを持っているかなと思うんですが、それはもちろん間違いではないんですが、価格帯はリーズナブルなんですけども、素材の質感も良くて縫製のレベルも高くて、なおかつデザインのバランスを取れているというところ、ここも含めた上でこの価格を実現しているところにやっぱり凄みがあるのかなというふうに思っています。それはですね、やっぱり今回動画を撮ってみて、企業の規模だとか、あとはまあ企業努力の賜物でこのようなコストパフォーマンスが実現できているのかなというふうに思っています。ちなみにですね、スーツカンパニーさんのスーツには3つの価格のレンジがあるんですね。まあ、いわゆる松竹梅みたいな形で考えてもらうと分かりやすいかなと思うんですが、その中で僕が個人的におすすめだなと思うのは真ん中のラインかなと思ってます。だいたいですね、4万円ぐらいの価格帯になってくるかなと思うんですが、これぐらいだとですね、今僕が着てるスーツのように素材のグレードも上がりますし、かなり質感がいいものが手に入るのかなというふうに思っています。おそらくですね、多くの男性が3万円ぐらいのスーツを買うことが多いかなと思うんですが、そこに1万円ちょっと足すだけでかなりですね、素材の質感は変わりますので、ぜひ皆さんにもですね、こちら体験をしていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、普段のスタイリングでお客様にご提案することが多いのは圧倒的にこれぐらいの価格帯なんですね。サイズのバリエーションもすごく広いですし、なおかつ素材の質感も綺麗というところでかなりの穴場だと思ってますので、ぜひですね、スーツカンパニーでは4万円ぐらいの価格帯を皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではスーツカンパニーさんとのコラボレーションということで、スーツカンパニーの魅力をですね、改めて皆さんにお伝えをさせていただきました。ここは僕自身が実際にプライベートでもお仕事でも使っているということで、忖度なしでその魅力をお伝えさせていただいたわけなんですが、ただですね、この動画だけではなかなかですね、素材の質感だとか着た時のシルエットの良さというところが完全には伝わらないかなと思っていますので、ぜひ皆さんには店頭に行ってまずは試着をしながらですね、スーツカンパニーの魅力を改めて知っていただければなというふうに思っています。僕も結構頻繁にですね、スーツカンパニーの銀座店には出入りをしているので、スーツカンパニーで僕を見かけたらですね、ぜひ声をかけていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。次回の動画もお楽しみに。